クマノミアンファープリアンクラークイは、クマノミアカに属する海水魚の一種。英名には、クラーク、エス、アネミニフィッシュ、イエローテールクラウンフィッシュなどがある。種小名クラークイは、魚類学者ベネットが本種を新種として報告するときに、図版を制作した同伴掘り師 J クラークへ、懸命したものである。地方名は、トンボダイ、ハチマキ、チンチクリ、ヤハゲ等がある。 最大で、オスは1 0ンチメートル、メスは1 5トル程度まで成長する。体は、ずんぐりして側平たする。背びれは10棘15から16何情。尻びれは2棘13から14何情。体色には、地域変異がある。通常は、背側が黒、腹側が等光色で、黒い部分は成長とともに拡大する。糞は、大々から桃色である。 体には2本の白い横縞があり、1本は目の後方に、もう1本は肛門の上にある。背びれは刀工色で、小柄は白い。尾ひれは三角形に近く、オスは大色だが、メスは白色である。アラビアハタゴイソウギンチャクスティコダクティラマートンジーに、強制するものは腹部まで黒くなる。尾ひれの色は多少淡く、白いこともある。稚魚は、 東高色の体に白い横縞を持つ。インド太平洋の熱帯に広く分布する。生態は震度60メートル以前の小湖や小周縁に生息する。クマノミアカの中で最も宿主の範囲が広く、次の約10種のイソギンチャクと共生できる。花びらクマノミやセジロクマノミと共同で個体のイソギンチャクを利用していることが観察されている。 有性先熟性で大きく成長したオスがメスに性転換するが群れの構造や性転換のタイミングは生息地によって異なる。雑食性で動物プランクトンや藻類を食べる。中高性である。縄張りを持ち攻撃的である。イソギンチャクが利用できない場合は岩陰に隠れる。イソギンチャクとは愛理強生の関係にあり、弱った魚を触手に近づける。 蝶々をかのようなイソギンチャクの捕食者を追い払う、などの行動をとる。ありがとうございます。